はい、今回は10センチ四方の折り紙をご用意ください。まず最初に半分に折って長方形の形にします。さらに半分に折って正方形の形にします。中を開いて三角形の形に折っていきます。反対側も同様に中を開いて三角の形に折っていきます。右と左の角を真ん中の頂点に向かって折り上げていきます。折り上げた三角の中を開いて四角く折りつぶしていきます。左側も同様に中を開いて四角く折りつぶしていきます。四角の内側に倒れている部分を外側に折り下げていきます。左も同様に外側に折り下げます。裏返して右の角と左の角を真ん中の頂点に向かって折り上げていきます。中を開いて四角く折りつぶします。左側も同様に中を開いたら四角く折りつぶしていきます。四角の内側を外に向かって折り下げます。横の真ん中の位置で半分に折り上げます。一番手前の1枚とその次の角2つを一緒につまんで手前に引き倒します。この時左手は反対側を軽く押さえてあげます。手前に引いた角のさらに次の角を
外側から指を入れて三角に折りつぶしていきます。反対側も外から指を差し込んで三角に折りつぶします。ぐるっと上下に回転をさせて、倒れた三角を起こしてあげます。2枚重なった三角の隙間から指を入れ、そのまま底の方からめくり上げるように起こして折り目をつけてあげます。反対側も同様に2枚の間に指を入れ、そのまま底の方からめくり上げるように起こして折り目をしっかりつけてあげます。右手で頂点の部分をつまむように持ち、左手の手のひらで包むように押さえながら、右の方向に向かって少しずつひねっていきます。裏側からも少しずつずらしてあげて、形を整えていきます。少しずつ調整をしながら、だいぶバラの形に近づいてきました。花びらの角を外側に向かって少しずつずらして折っていくことで、花びらの丸みを表現していきます。最後にもう一度形を整えてあげたら、折り紙で作るバラの完成です。ここに箸を置けば、折り紙で作るバラの箸置きの完成です。一見複雑に見えるかもしれないんですけれども、作ってみると意外と簡単ですので、ぜひ皆さん作ってみてください。では今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。